青山学院大学バスケットボール部、関東大学一部リーグに所属し、大学バスケ界の中でも常にベスト3に入る強豪チームだ。今年、青山学院大学は大学3冠を目標に掲げ日々練習している。大学3冠とは、関東大学選手権、関東大学リーグ戦、そして全日本学生選手権の全てで優勝することである。すでに青山学院大学は関東大学選手権で2年ぶりの優勝を成し遂げ、関東大学リーグ戦でも優勝と三冠に王手をかけている。昨シーズンはほとんどの大会で3位に甘んじてしまった青山学院大学。しかし今シーズンはずば抜けた強さを見せている。その要因を監督の長谷川はこう分析する。そうだね、ずっとうちのやりたいバスケットを、ダイナスポーツって伝統が必要だと思います。伝統を積み重ねてきて、発展してきて、で選手のその理解をし始めて、チームとしての成長もある。青山学院大学のバスケットは走るバスケット。速い展開から相手の隙を突き、一気に速攻で畳みかけるスタイル。しかしそのスタイルを貫くのは並大抵のことではない。そのため青山学院大学の練習は大学一厳しいとも言われ、選手たちは日々厳しいトレーニングをこなしている。やっぱ走るとこじゃないですか、ね、もちろん練習一番きつい。こんだけ走ってて負けたらもうシャレなんない。誰よりも厳しい練習をしているからこその自信、それが青山学院大学の強みでもある。また監督の長谷川は好調の要因についてこうも語る。もう一つやっぱり1年生やっぱり優秀なインサイドの、これはやっぱり、少し安定感をやっぱプラスしてるっていう。インサイド、つまりゴール付近でプレーをする選手がこれまで弱いとされていた青山学院大学。そこに今年期待のインサイドプレーヤーが加入した。1年生長吉優也選手、宮崎県延岡高校出身で、身長198センチ、体重108キロとその恵まれた体格で、1年生ながら青山学院大学のインサイドで抜群の存在感を出している。正直しんどい。フィジカルとか体の強さ、当たりの強さとかシュート力もだし、あとは一つ一つのプレーの正確性とかも全部違います。ただ真面目にひたむきに常にこう走り続けてるチームから、だからこう先輩後輩っていうのを意識してて、なんかもう本当先輩たちが怖くて仕方なかったんですけど、だけどなんかそういうふうになんかこう先輩たちがからこう話しかけてくれて、でもそこからこう仲良くなっていったって感じです。はじめは先輩が怖かったという長吉選手だが、上級生のおかげですぐに打ち解けたという。またその明るい性格からチームのムードメーカーでもある。今年のキャプテンを務めるのは橋本龍馬選手。監督は橋本選手についてこう語る。やっぱり彼のいいところはいつでもハッスルして、いつでもやっぱりチームを引っ張るんだっていう、その心意気みたいなのが選手に、他の選手に伝われば、それがやっぱ彼の一番いいところだから、1年の時からそういうタイプだったんだ。別に4年生になってキャプテンになったからやるんじゃなくて、1年からそういうことをずっとやり続けたのが、4年生になってキャプテンになった、
それをだからやり続けてるっていうキャプテンシーは今年だけじゃなくて1年の時からずっと継続されたものだと思います。もともと人一倍責任感の強い選手、しかし実際にキャプテンに就任してその気持ちはより強くなったという。キャプテンになって一番感じるのは責任っていうことが一番出てきたので、その中で練習の中で見せることや、まあ、その他でもやっぱり終わった後にちょっとシューティングの登ったり、自分が一番練習しようと思って、まあ、4年になってキャプテンだって思いました。キャプテンだからこそ一番練習する、その姿勢は下級生にも伝わり、チームに良い雰囲気をもたらす。龍馬さんはキャプテンとしてもやっぱチームを引っ張ってる人だと思うし、なんていうかストイックにこう自主練を頑張る人で、よくもう練習の前とか後とかシューティングずっとしてるんですけど、そういう姿を見てるとやっぱりこうこの人についていきたいっていう自分の気持ちもありますし、すごい人だなと思います。そうですね、今なんかも2対1に今年の青山学院大学のスターティングメンバーは、ポイントガードに4年生の橋本龍馬、巧みなボールハンドリングとスピード、そしてリーダーシップで試合をコントロールする。パワーフォワードには港やアレクシス、抜群のバスケットセンスでシュートからアシストまでこなし、またアウトサイドでもインサイドでも活躍できる選手だ。シューティングガードには3年生の辻直人、スリーポイントシュートを得意とし、青山学院大学の得点源として欠かせない。そしてスモールフォワードに2年生の比江島誠、2年生ながら勝負どころで必ずシュートを決める頼れる青学のエース、センターに1年生の永吉優也、その恵まれた体格でゴール下を支配し、1年生にしてチームの大黒柱。それでは各選手のプレースタイルや素顔をインタビューを通じて紹介する。橋本選手の中でご自身の中で一番こう自分らしさっていうところはどういうところだと思いますか？そうですね、やっぱりコートに出て思いっきりプレーしている自分が一番いい時だと思います。同期の中でこうちょっとこう話し合いとかっていうのもされるんですか？そうですね、試合の決勝の前はその時はして、今でもやっぱり遠征に行っても同じ部屋になることが多いので、同期とまあ、バスケットの話をします。どういう感じの話をされるんですか？自分が今チームはこういう状況だから、もっとこうやって4年生が引っ張っていこうとか、あとあんまり調子良くない選手に自分がちょっと声かけたりぐらいですか？暑いですね。そうですね、まあ暑いです。いや、ないです。特にそういうのはあんまり作るとそれしないとダメになっちゃいそうなんで怖いです。事前にこう試合待っててみたいな。試合前はシューティングがここに来るぐらいですか？オフはとりあえず結構寝て、そこからまあ買い物行ったりぐらいです。まあもう動かない時もあるし、ちょっとシューティング行ったりする時もあるし、まあその日によって違います。結構バスケ部の人と一緒にいることって多いですか？ああ、ありますけど、釣り行ったりもします。夏はみんなでプール行ったりしました。あ、プール行ったの？はい。どこの？サマーランド。サマーランド、はい、サマーランドは意外と少ないですよ、スライダー。ああ、はい。人多いですか？人多い。めちゃくちゃなんか新しいのできてて。あ、そうなんですか？それめっちゃ、はい、なんか並ぼうとしたんですけど、めちゃくちゃ時間も待ちだったんで諦めました。違うな。得意なプレーですか？はい。フリーって
ティングしたらあんまり入らなくなるんですよ、試合中。あ、そうなんですか。しない方が。それなんでですか。変にシュートレスするとなんか意識してシュートも変わっちゃうんですよ。上になってこうまとめる立場になって意識してることとかってあるんですか。なんか声出すんですか。ディフェンスの時でもディフェンスとかそういうの意識してる。お祈りですか。神様。あ、家で。家でご飯食べるってことやる。どういう感じ。雨やる。雨やるんですか。試合前。それぐらい個人的にいいですか。個人的に。旧家好きでしたもん。みんなに言わせる。言わないですか。適当に。あ、そうなんですね。実際。走るメニューって結構多い、ね、ありますね。明日もまた走る。そう寝かしで、ね、お構いなし試合前とかは、まあ普通に過ごすんですけど、はい、バスケで言ったら前の日は極力シューティングとかはあんましなくて。あ、そうなんですか、はい、でもう言うたらして焼肉は食わないって言われて。なんですか。焼肉食ったらもうなんか次の日ダメなんですよ。調子が一回崩れたことがあってそこからもうダメなんです。やっぱ自分シューターとして出てるんですけど、シューターっていうのはシュートとかだけじゃなくてやっぱナイスパスとかもしたいし、すぐなゲームの流れとか分かる選手になりたい。もう一日中グーッとしてるから、自分そんなアウトドアじゃないんで、インドアなんで家に置ったり、ご飯食べる時しかあんま食べなかった。インドア派ですね。インドア派ですね。完全に